こんばんは、藤本博史です。前回のラジオ動画第84回にいただいたコメント読んでいきたいと思います。大友わざもりチャンネルさんかな？すいません、読み方間違ってたらごめんなさい。藤本さんこんばんは。今ここで言うのもなんだかおかしな話かもしれませんが、自分は今、就職活動試験が近くなっています。さすがに勉強しないといけないということは分かっていても、ヒリングとプリキュア最終回目前で見逃すわけにもいかないし、という、葛藤がずっと頭をよぎっています。人生の先輩として相談したくコメントしました。もし藤本さんならこのような状況になった場合、好きなものとどう付き合うようにしていますか？どうしても一人で結論を出せなかったので、点点点とコメントいただきました。ありがとうございます。はい。まあ 正直自分は、誇れるような、学歴ではなくて、まあ言うて自分は、一応大学は出てるっちゃ出てるんですけど、大学出て一応就職もね、浪人せずに就職もできたんですけど、言うて自分大学は、いわゆるエフランっていう大学に入って、そこを卒業してる人間で、まあね、仕事も普通に就職活動は成功して普通に就職はできている人間ではあるんですけど、あまりこう誇れるような 学歴ではないんですけど、まあそれでもね、参考になればとは思うんですけど、まあでも見ていいんじゃないですかね。ねえ、全然ね、いいと思いますけどね。言うてね、プリキュア毎日やってるわけじゃないんでね、週1回なんでね、週1回の30分ぐらいだったら見ていいでしょ。てか、むしろそれがね、いい息抜きになって、ね、あと1週間というか、また1週間頑張ろうって気にはなれるんじゃないかなって思いますけどね。まあ、その日曜日の朝ね、プリキュア見て、そっからね、なんかこう、いろんなアニメとか過去作プリキュア1週間かけて、ね、見直そうみたいな、そういうのはダメだと思いますけど、週1回ね、なんかね、まあ、息抜きじゃないですけどね、週に1度のお楽しみみたいな感じで、そういうのをね、プリキュア見るのは全然ありだと自分は思いますけどね。まあでもね、就職活動ね、今、大変ですね。なんか、今の就職活動ってね、多分ね、学生さんも初めてのことだし、多分ね、会社側も初めてのことだらけで、なんかね、今、ね、本当に今、就職活動とか、入学とか、卒業とか、今、そういうなんか人生の今、岐路に立たされてるというか、人生のこう、ターニングポイントに立ってる方々は、本当に今、難しい状況だとは思うんですけど、まあそこまでね、あんまりこうアドバイスできるような人間ではないんですけど、あまり根詰めすぎずにね、なんか週1回プリキュア見るぐらいの余裕を持って、ね、生活していただければなとは思いますけどね。まあ、あとこのラジオ動画もね、お楽しみに慣れてるかどうかはわかんないけどね、週1回上げてますので、ね、週に1度のお楽しみくらいの気持ちで、考えていただければ嬉しいなとは思いますけど。まあでもね、プリキュアはいいんじゃないですかね。ね、週に一度の、しかも30分で終わりますからね。プリキュア見るぐらいだったら全然自分はありだと思いますけど。まあ、プリキュア見てね、ちょっと心に栄養をもらって、ね、そこからいろんな活動の励みにしていただければなとは思いますけども、頑張ってくださいという感じですね。今1月、ですからね。どうなんですかね。就職試験が近いということは、1月時点で近いってことは、今大学3年生とかなんですかね。さすがに卒業間近、今4年生で大学卒業間近に試験があるっていうのは、まあでも会社によってはあるのか。まあどっちにしろね、ちょっと今大変な状況ですけど。頑張ってくださいという感じですね。なんか本当に あんまり大したことは言えないんですけども、頑張ってください。本当に心から応援しています。はい。ということで、大友わざもりチャンネルさんかな？読み方間違ったらごめんなさい。ありがとうございました。ということで、じゃあ今回も始めていきましょう。第85回ですね。始めていきましょう。
改めまして藤本ひろしです。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアっていう番組は、そもそも小さな男の子、女の子のために本来あるべき番組なので、我々大きなお友達と呼ばれる存在はなかなか肩身が狭いというのが現状でございます。なので、せめてこのラジオ動画内では、皆さんからの意見をオープンに語ってもらおうということで、そんな趣旨でこの動画を作っております。皆さんからの意見を募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身の意見も喋っていこうという、そんな感じのラジオ動画になっております。ということで、前回のラジオ動画第84回にいただいたコメントの続き読んでいきたいと思います。ということで、おつおみさん、ありがとうございます。藤本博さん、こんばんは。最近2人はプリキュアスプラッシュスターを再履修したのですが、主人公サキの妹みのりちゃんが可愛すぎて癒しです。特にカオルお姉さんとの絡みは最高でした。おねしょたソムリエとして活躍されている藤本ひろしさんですが、おねロリにも興味はありますでしょうか、とコメントいただきました。ありがとうございます。はい、まあね、ソムリエになったつもりはないんですけどね。まあそうですね、でも動画内でね、普通に公言してますからね、おねしょた好きだよっていうことは、ずっと公言していて怒れるようなことでもないんですけどね、普通に性癖暴露してるだけなんですけどね。まあでもそのおねしょたっていうね、いわゆる性癖の一つですけど、でもそれに目覚めたのが自分プリキュアきっかけだったんで、まあラジオ動画内で過去にも言いましたけど、ハードキャッチプリキュアっていう作品があるんですけど、その中でユリさん、まあキュアムーンライトですね、ユリさんのなんか中学校時代のお話があるんですけど、そこでなんかすごく濃厚なおねしょたストーリーがありまして、それをきっかけに自分はおねしょたにハマったんですけど、うん、いいですよね、おねしょた。でも、そうですね、スプラッシュスターのみのりちゃんね、可愛いですよね。で、まあ、カオルお姉さんとの絡みということで、まあ、いわゆるおねろりってやつですよね。お姉さんと小さな女の子ってやつの絡みですよね。まあ、嫌いじゃないってか、むしろ好きですけど。好きですけど、好きだけど、まあ、どうだろうな。おねしょたには、おねしょたの方が好きかな、やっぱり。おねろりにはね、おねろりの良さがありますけど、自分結構ね、まあなんだかんだおねしょた好き好きって言ってますけど、自分なんて言うんだろうな、プリキュアにもしっかりなんですけど、自分結構浅く広くなタイプなんですよ、自分って。プリキュア自分好きですけど、このシリーズが特に好きとか、このキャラクターが特に好きっていうのはまああるけど、多分他のコアなプリキュアファンたちに比べると自分そこまでじゃないんですよ。まあハートキャッチプリキュア好きだし、ゴープリンセスプリキュア好きだし、まあ好きな作品ではあるんだけど、でも自分プリキュアシリーズ全部好きなんですよ。で、全キャラクター好きだし、キュアハートがめっちゃ好きっては言ってるけど、でも全部のプリキュア好きだし、まあキュアハート好きだけど、結構自分このキャラクターが大好きで、このキャラクターのことしか考えられないっていうようなファンももちろんいるけど、それよりは自分結構浅く広くというか、箱推しというか、そういうタイプなので、プリキュアに限らず自分結構いろんなコンテンツに対してそういう姿勢で楽しんでるところはあるので、だからおねしょたとかそういうカップリングっていうのに関しても自分結構浅く広くなんですよね。ここを がっつり好んでるっていうわけじゃなくて、だから自分結構BL とかユリとかそのあたりも普通にいけるんですよ。いけるんだけど、あくまでライトに楽しむぐらいだったら自分ユリも好きだし、 BL も普通に好きなんですよね、男ですけど。まあただそんなね、本当にもうがっつりね、ぬっぽりやる BL はさすがにちょっととね、あまり楽しめなくなっちゃうけど、でもライトなね感じだったら全然 BL も楽しめるし、ユリも楽しめるし、おねしょたも好きだし、おねろりも好きだしっていうところだけど、でもやっぱり浅く広くなところはあるから、なんだかんだノマカップが好きかな、ノーマルカップリングが好きかなっていうところがあったりするんで、まあでもおねしょたも好きだなっていう感じなんですよね。だから自分結構いわゆるオタク語りってあんまりできないんですよね、浅く広くだから。なんかね、それが若干こう、なんかこう
なんだろう、すごくこうコアなプリキュアファンとか、なんかコアなオタクたちと比べると自分ちょっと話についていけなくなっちゃう時もあって、若干そこら辺はコンプレックスだったりするんですけど、まあでもね、そこら辺はでもね、なんかこうね、楽しみ方人それぞれだからなって思っちゃったりするんですけど、ね、そこら辺でも突き詰めてね、同人誌とか書いてる人ってか作家さんとかいっぱいいるから、そこら辺本当にすごいなって思いますよね。それこそ情熱ですよね。なんか情熱だけで作品作りをしてる方たちを見ると、なんか少し羨ましくも感じたりしますね、うん。なんかでも自分のこの浅く広くな楽しみ方、共感してくれる方もいるんじゃないかなって思ったりしますけどね、うん、って感じですね。ちょっと後半全然話変わっちゃいましたけどおつおみさん、ありがとうございました。今後も、なんかコメントしていただけるとありがたいです。おつおみさんのコメントね、なんかいつも一癖あるんでとても好きです。ありがとうございます。ということで、ということで次のコメントです。ヤンメイさん、ありがとうございます。藤本さん、皆さんこんばんは。前回ですね、プリキュアカレーのお話をしたんですけども、カレーの味の話題にまで触れてくださりありがとうございます。プリキュアパンについてのお話もしたんですけども、プリキュアパンってあんまり売ってないよねっていう話をしたんですけども、疑問だったもので、プリキュアパンはイオンによくあるという情報があるんですが、そもそもイオンが近くにないんですよね。大友になったきっかけといえば、パロディとか動画ってあるあるですよね。普通に子育てしている人以外はいきなり視聴しないでしょうし、日朝は偶然見るものでもないですもんね。むしろ放送以外から入るのが大友の王道かと思います。私は秋映画でスター推しになりました。キュアスター推しになりましたし、作品にハマるきっかけはたくさんあっていいと思います。春映画での新たな魅力発見も楽しみです。ではでは、チャオとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、まあプリキュアパンっていう話題もあったんですけども、まあ大友になるきっかけっていうやつですよね。まあ前回の話の続きになるんですけども、結構やっぱり大きなお友達っていう存在はね、ね、まあ邪道が王道って言っちゃえばいいのかね、普通にこうテレビを見てハマるっていうよりは、やっぱりネット経由だったりいろんなこうルートを経由して日朝にたどり着いてるっていう大きなお友達の方は非常に多いんじゃないかなと思いますけども、自分もでも、うん、前回も言った通りなんですけど、ニコ動からプリキュアにハマった人間なので、自分はまあ邪道かもしれないけど、でもそういう方が多いから、まあ邪道が王道になってるところはあるのかななんて思ったりしますね。うん、まあでもね、なんかこう娘さんとか息子さんがいて、でそこからプリキュアにハマるっていうのが、なんかこう大友としての一番綺麗な道筋な感じはしますけど、まあそういう方の方が多分少ないんだろうなって思いますけどね。うん、あとね、このヤメさんのコメントにもある通り、春映画での新たな魅力発見も楽しみですということで、そうですね、春映画近づいてまいりましたね。まあちょっとウイルス関連でね、延期されないことを祈るばかりなんですけども、うん、どうなるんだろうな。でもまあ日付通りっていうか公開日通りに公開されてほしいなとは思いますけどね。うん、あとね、新情報も解禁されましたね。うん、ファイブとヒープリのコラボ映画ですけど、そこにね、トロピカルージュプリキュアの短編も入ってくるということで、結構その短編を作るスタッフさんがね、その過去のっていうか、その初期のプリキュアを作ってきた方が、なんかまた再集結してトロプリの短編を作るそうなので、そこら辺はすごく期待をしているところではあるんですけども、うん、トロプリ短編楽しみですね。まあもちろん本編もね、楽しみなんですけど、プリキュアで短編映画やるのって久しぶりですよね。まあ、ゴープリンセスプリキュアとかのね、映画は、なんか三部作と銘打って短編ありましたけど、まあ、あれはあれで自分嫌いじゃないけど、まあでも、うん。これ以上言うとちょっとなんか、うん、うんってなっちゃうからあんまり言わないけど。ゴープリなぁ、テレビ本編はいいんだけどなぁ。いやいや、まあ、うん、映画も好きだけど。うん、短編で言うと、あとなんだろうな、あれ、ゴープリンセスプリキュアの3部作以外に短編って何だったっけな。
デラックスってかオールスター映画が作られる前に短編確かありましたよね。5だったかな、5の映画だったかな、オールスターの元祖みたいな短編があったんですけど、あれ確か5の映画だったと思ったんですけど、フレッシュだったかな、いや5だな、確か555の映画の確かそこに短編映画が挟み込まれていた記憶がありますけども、うん、短編も短編でね結構なんか魅力があって、プリキュア映画としていろいろ語れるというか熱く語りたいところではあるんですけども、短編楽しみですね。なんか新たな楽しみが増えて、非常にね映画がますます待ち遠しくなっておりますねという感じですね、うん、はい、ということでヤメイさんありがとうございました。藤本博の動画、はい、ということで次のコメントです。ルキナさんありがとうございます。こんばんは、このラジオでプリキュアを見るきっかけの話が出ていたので自分も少し語りたいと思います。プリキュアってアニメは知っていましたが長らく見ていなかったのです。家庭の事情で県外の一人暮らしが、県外の一人暮らしから実家帰りに、一人暮らしでは有意義な時間、実家では見れなかったたくさんのアニメを楽しんでいましたが、実家に帰ったことでその時間が終わって退屈になってしまいました。そんな時にプリキュアを見まして、面白いというよりその時のお話のインパクトにやられてしまい、プリキュアを見るようになりました。その初めて見たプリキュアというのがプリキュアアラモードの中盤で、全く何も知らない状態で通称伝説の秋ゆか会の25話から見てしまい、プリキュアって何なのと呆然としてしまいました。それからプリキュアアラモードのお話を調べたり、毎日見るようになり過去作のプリキュアについて調べたりしてプリキュアって作品にハマっていきました。後に思ったことですが、本当にあのプリキュアアラモード25話は伝説と言われるような回だなと思い、自分もプリキュアの伝説といえばこの回を思い浮かべます。他の作品で言えばプリンセスプリキュアで言えば伝説のフローラ回、まあ、復活ですね、復活のフローラ回、魔法使いプリキュアで言えば、49話、ハグとプリキュアはテレビ版オールスター回かなと思います。そこで質問なのですが、藤本さんはプリキュアの伝説的なお話といえば何が浮かびますか？長々と語ってしまいすみません。これからもラジオ動画頑張ってくださいということでありがとうございます。はい、もともと一人暮らしだったんだけど実家暮らしになって、まあアニメを見れなくなってしまったっていう状況の中プリキュアにハマったということなんですけども、初めて見たプリキュアのお話が、キラキラプリキュアラモードの、伝説の秋ゆか会と呼ばれる25話だったということで、いやーね、秋ゆか会いいですよね本当にねね、あのお姉様方がふざけてる話ですねいろんな意味であのぜひね、見たことない方はね、キラキラプリキュアラモード、あの D アニメストアなんかで、まあ今ネットフリックスでも見れたかな、うん、そのあたりで見ていただければなと思うんですけども、そうですね、初めて見るプリキュアにしてはなかなかちょっとね、あの破壊力の強いお話だと思いますけど、まあでもそう言われるように、そのプリキュアの中には伝説と呼ばれるような回が数多くありまして、そこからハマるっていう方はたくさんいるんですよね。自分もね、その前回話した続きになるんですけども、スマイルプリキュアの23話24話だったかな、すごく戦闘シーンが映える、戦闘シーンがすごい回がありまして、そこから自分はプリキュアにハマったんですけど、あれも伝説の回だと自分は思ってますね。うん、まああとはこのルキナさんのコメントにもある通りなんですけども、ゴープリンセスプリキュアでいうあの復活のフローラ回、まあキュアフローラが復活するっていう回があるんですけども、あの話もいいですよね。うん、あと魔法使いプリキュアの49話、まあラストのあれですよね、あの話は伝説ですね、間違いなく。ハグとプリキュアはテレビ版オールスター回、うん、あの話もいいですよね。テレビでオールスターをやるっていう素晴らしい回でしたけども、うん、藤本さんはプリキュアの伝説的なお話といえば何が浮かびますかということなんですけども、まあプリキュアのテレビ本編で伝説と言われる回といえば、まあでも真っ先に思い浮かぶのはやっぱりなんだかんだ初代かな。なんかこう言っちゃうとなんかこうね、あの
子さんぶってる感じになっちゃうんですけど、いやでもちょっとあのインパクトに勝てるものは未だにないんですけど、あの初代二人はプリキュアの8話がやっぱり個人的にはやっぱりでもあの衝撃に勝てるお話はまだないかなって思っちゃうんだよな。でもこういうなんか子さんぶってる感じしてあんまり言わないようにはしてるんですけど、うん、あの初代二人はプリキュアね、ありますけども、あれのね8話で初めて8話で下の名前で呼び合うっていう回があるんですけど、今のプリキュアだと結構ありえないですよね。1話から7話まで名字呼びなんですよ初代って。あ、本当に今思えばすごいなって思うし、まあ今のプリキュアってね、その元々仲いいっていうプリキュアなんかもいますけど、基本的にでも結構初対面で始まるキャラクターたちが多いと思うんですけど、その初代二人はプリキュアの、まあ、渚とほのかも、その、初めましての状態で、その1話始まるんですけど、その、初めましての状態でいきなりプリキュアになったから、もちろん仲良くないし、友達でもないんですよ。1話の段階では。で、そこからでもプリキュアとして戦わなきゃいけないからってことで、少しずつ仲良くなっていくんですけど、でも最初はギクシャクしてるから、1話から7話まで、まあ、約2ヶ月ですよね。リアルタイムで言うなら7話分なので、うん、7話まで名字呼びでギクシャクしてるんですよね、ずっと。で、8話でまあちょっと喧嘩をしてしまって、で最終的に仲直りして下の名前呼びになるっていう、すごく、まあ、まあ言うてなんか8話がすごいっていうよりは、その1話からね、その8話までのその8話分がすごいんですよね。その1話から7話があるからこその8話ではあるんですけど、今思ってもあの8話はでもすごいなって思いますね。うん。未だにね、そのプリキュアの下の名前で呼び合うっていうイベントのことを8話っていうね、固有名詞になってたりするんでね。まあ今のプリキュアでもね、その名字呼びから始まって名前呼びになるっていうイベントはたくさんありますけど、それのことを通称プリキュアファンの中では8話って呼ばれたりしてますね。8話じゃなくてもそのイベントのこと自体を8話って呼んだりするんですよね。ちょっとめんどくさいんですけど。うん。本当にね、そういうのはなんかこう、いいなというか、うん。やっぱり、まあもちろんね、その初代が一番いいっていう話ではなくて、個人的に印象に残ってるっていう話なんですけど、やっぱでもあの1話というかあの8話はね、今後も語り継がれていくべきだなと思ったりしますね。うん。印象に残ってるのはやっぱそれかな。まあスマプリのね、その23話24話あたりももちろんね、大好きなんですけど、って感じかな。うん。あと自分結構感動的なお話はもちろん好きだし、その、戦闘シーンが生えてる回ももちろん大好きなんですけど、自分結構ギャグ回が好きなところもあって、そういうので言うといろんな作品でね、ぶっ飛んでるお話、通称カオス回っていうものも自分好きだったりしますね。伝説というか、そういう呼ばれ方はされてないですけど、まあ、いわゆるカオス回っていうのも自分は好きですね。なんかプリキュアの、楽しみ方の一つなのかなって思ったりもしますね。うん、そこら辺もね、ちょっとプリキュアハマったならぜひ楽しんでほしいポイントではありますね。個人的にはなんですけど、って感じですかね。はい、という感じでルキナさんありがとうございました。藤本博史の動画。はい、ということで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。いつも皆様コメントありがとうございます。すべて目を通させていただいております。すいません、紹介できなかったコメントも数多くあるんですけども、いつもありがとうございます。すべて目を通させていただいております。ハートマークをさせていただいております。ということで、いやラジオ動画もね、今回で85回目ということで、皆様ここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。今後も、まあなるべくなら続けていきたいと思ってますので、よろしくお願い申し上げますという感じですね。うん。最近のプリキュア事情で言うと、まあちょっとプリキュア本編、ヒーリングとプリキュアの本編は今ちょっと大変なことになっていますね。ちょっと。
とね、来週はマジで楽しみですね。ちょっとリアルタイムで見れるか微妙なところではあるんですけども。うん。ちょっと感想動画なんかもね、ちょっと今回、てか来週か、来週ちょっと遅れるかもしれないんですけども。まあ、楽しみに待っていただければなと思います。あとは映画ですね。うん。先ほども言った通りなんですけども、トロピカルジュプリキュアの短編が、やるということで発表されまして、そこら辺もめちゃくちゃ楽しみだなという感じですね。で、あとトロピカルジュプリキュアですね。情報解禁もぼちぼちかなと思いますね。うん。楽しみですね。はい。ということで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。このラジオ動画はですね、毎週木曜日の夜8時に投稿してるんですけども、投稿は夜8時なんですけども、収録録音してるのはその木曜日の2日前ですね。火曜日か、いやでも3日前かな。3日前の月曜日に最近は撮ることが多いので、月曜日に収録録音してますので、できれば月曜日の夕方くらいまでにコメント残していただければ、紹介できる確率はアップするのかなと思いますので、よろしくお願い申し上げますという感じで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思いますということで、プリキュア界隈いろいろ盛り上がっておりますが、今後も楽しんでいきましょうという感じで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。今回のラジオ動画の相手は藤本博史でした。また次回のラジオ動画でお会いしましょう。ではでは。